マリオシリーズマリオスポーツミックスマリオスポーツミックスは任天堂から2010年11月25日に発売された WE 用ゲームソフトであるスクウェアエニックスと共同で開発マリオシリーズに登場するメインキャラクターたちが様々なコートにおいて4種類のスポーツを2オンにまたは3オン3で対決スペシャルショットやアイテムの使用によるバラエティ色の強いスポーツゲームや 前述4種のスポーツをベースとしたパーティーゲームが楽しめる。任天堂 Wi-Fi コネクションにより2台の Wii 同士でのネットワーク対戦が可能。任天堂とスクウェアエニックスの共同開発によるコラボレーションスポーツゲームとしては、任天堂 d s 版、マリオバスケ3オン3に続いて2作目となり、前作にて登場した、ファイナルファンタジーシリーズからのゲストキャラクターである、忍者、 白間、黒間、モーグリ、サボテンダーが再び登場する。さらに、ドラゴンクエストシリーズからもスライムがマリオシリーズ初登場となり、いただき、ストリート DS から3年振りの共演となる。ある日のこと、キノコタウンに突然隕石と見られる物体が落下してきた。その様子を見ていたキノピオたちが落下地点へと近づいてみると、 クレーターの中央に虹色に輝くクリスタルが。すると、キノピオたちが見ている最中でそのクリスタルは4つの小さなクリスタルに分裂したのだ。手に取ってよく見てみれば、クリスタルの中にバスケットボールをはじめとする4つのスポーツに使われるボールのようなものが入っている。そしてクリスタルを持っているキノピオたちの一人が閃えいた。これら4つのスポーツ大会を開催しようということを。 そのことはたちまちマリオたちに伝わり、スポーツ大会が開かれることになったのだ。だがこのクリスタルには、とある秘密が、体力性となっており、当てられるごとに減っていく体力が例になると、アウトとなる。外ア固定キャラクターとして、赤ヨッシー及び青ヨッシーがチームに入る。スペシャルアタックやボム兵を除き、一度に、複数の人が、ボールに当たった場合は、最後に当たった人だけが当たった。 ものとみなされる。コインを取ると、ボールの威力がアップする。基本のルールは15点選手制。コインを取ると、相手のミス以外での得点時に取った数がそのまま、加算される。スパイク等が、コースの障害物に当たった場合は、相手側に、ブロックされたものとみなす。マリオバスケ3オン3から、大幅にシステムが変わっており、コートにもよるが、 同作品ほどの得点のインフレーションは起こらない。コインを取ると、得点時に取った数がそのまま加算されるのは同じ。ボム以外の投げるアイテムをシュート時に使用すると、必ずゴールに向かっていく。コインをパックとして扱う。マリオスタジアムではアイススケート、それ以外のコートではインラインスケートを履いての移動となる。キーパー役として赤平方及び青。 平方がチームに入る。コインを取ると、得点時に取った数がそのまま加算される。マリオスタジアムではコートがチェンジされても真ん中の M の文字が反対にならない。全ゲームのスターカップをクリアし、VS ベヒーモス戦をクリアすると出現。トーナメントのみのモードで、試合ごとに4種目からランダムで種目が選出される。和隠しキャラクターを、カッコ内は別ウェア。 別カラーを示すないはプレイできる種目ゲーム中に出現するハテナパネルを踏むと入手できる。ありがとうございます。